ごちそうさまでした。気が向いちゃって。おいしいので皆さん食べてみてください。キッズボックスチャンネル始まるよ。はい、こんにちは。キッズボックスリーダーリュウとちゃちゃ担当はっちゃんです。ちゃちゃパパ担当としちゃんです。あいちゃん担当はあいちゃんです。はっちゃんです。お、にっこり。はい、今日は何をするんですか。今日はシャトレーゼさんのいちごフェアで売っていたケーキを買ってきました。イエイ。そして他にもいちごのスイーツがあったのでケーキの他にも買ってきました。おー、素晴らしい。そうなの。やった。はっちゃん大好物企画、いちごのスイーツを食べてみよう。イエイ。最初これから食べる。そうですね。ミステリーケーキ。まずトキちゃんのケーキから食べてみたいと思います。ナンバーワン。トキちゃんので。トキちゃんので。じゃあ一旦これは。ケーキはトキちゃんので。用意ができました。お皿も用意できました。では開封の儀式です。あいちゃんがやる。あいちゃん。これはいちごの食べ比べバトン。そう、食べ比べって名前がついている通り、これには3種類のいちごが使われていて、紅ほっぺ、もう一個いちご、さぬき姫っていういちご。ちなみにね、紅ほっぺはね、甘みと酸味のバランスが良いんだって。で、もう一個いちごは濃厚な味わいのするいちご。あ、書いてある？書いたやつあるか。で、その讃岐姫のいちごはジューシーなんだって。こんな感じです。すげえ。やった。ね、ぜひ食べ比べしてみて。なんかここに入っていました。あと箱の中身に。まずチョコ側の方。チョコ側の方。チョコ側。そう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 。一歩あの一番端っこのチョコレートね。はい。それがもう一個いちご。もう一個いちご。はい。で真ん中が。真ん中が紅ほっぺいちご。紅ほっぺいちご。で一番手前。手前がさぬき姫いちごです。さぬき姫いちご。じゃあ食べよう。食べてみましょう。ちゃんと食べ比べてみてね。食べ比べて。どっちが美味しかったか教えてみて。説明文は濃厚でしっかりとした味わい、名前の由来は美味しくてついもう一個食べてしまうからだそうだよ。ここが少し酸っぱいで、ここが甘い。ちょっと
真ん中のやつは紅ほっぺいちごで甘みと酸味のバランスがいいから、まあ、すっきりとした味わいなんだろうね。そう、名前の由来は鮮やかな赤色でほっぺが落ちるようなコクのある美味しさなんだって。あ、言われてみれば、一番多分とっちゃんが食べた一番最後のやつはチョコのやつじゃない方だもんね。そうそうそう、それがさぬき姫いちごで果汁あふれるジューシーで甘く深みのある豊かな香り、丸くて可愛らしい見た目が特徴なんだって。今俺が言おうとしたの、美味しかったんだ。ケーキはどうですか？美味しい。3種類ともホイップクリームと相性がいいイチゴなんだって、ね、シャトレーゼさんのケーキは元から美味しいからね。いつの間に、お完食。いや一言で、とりあえず一言でもらいましょう。クリーミーでイチゴもすごいいいバランスが取れてて美味しい。なるほど。じゃあ、とっちゃんも一言で感想をどうぞ。とにかくイチゴが美味しくて、食べ比べにはめっちゃ初めて食べるイチゴが美味しかった。で、あとは生地の部分もなんかサクサクした、あ、ここのチョコバランスがあって、食べ応えが美味しかったです。味わって食べてるな。じゃあ大好きだもんね、イチゴ大好きなケーキだね。アイちゃんの服装ピンクです。アイちゃんピンク。で、僕のズボンも赤です。これはいちごっぽいよ。アイちゃんは、ね、黒です。あ、そっか、リュウさん。いちごコーデだね。ミミはピンクです。味わってたはっちゃん、感想一言で。いちごが美味しくて、チーズの味の変わって、ね、いちごに入ってるやつをね、いちご夢とかね、シンデレラお姫様のような味ってことかな。そうです。はい、姫のいちごだけ。はい、ね、はい、お姫様の名前のいちごだけ。はい、というわけで今日はいちごのケーキを食べました。皆さん、ケーキは美味しかったですか？はい、美味しいので皆さん食べてみてください。次回は大福とプリンです。見てください、皆さん見てね。それでは最後にキッズボックスじゃんけんいくよ。キッズボックスじゃんけんじゃんけんぽん。僕はチョキを出したよ。それではまたね。今日は動画を見てくれてありがとうございます。次の動画も見てね。チャンネル登録よろしくね。